介はしてない。よかったら聞いてくれないか。ようやく落ち着いたから語っていく。俺は、俗に言うドキュンってやつだと思う。先月のことだけど、彼女が妊娠したと俺に報告してきた。俺は産んで欲しかったし、何より結婚前提で付き合ってたし、彼女の両親にもすでに挨拶してて仲も良かった。俺も、彼女も、19歳で不安はあったが、俺は大工だし、彼女も働いていた。甘いと思われるかもしれないけど、特に、金銭面では不安はなかった。妊娠の報告を受けてから、二人で真剣に話し合った。俺は、二人だけの問題じゃないから、彼女の両親にも、一人で相談に行った。彼女の両親は、快く了承してくれた。でも、肝心の彼女は、産む気がないという答えだった。俺には結婚願望があったが、彼女は、まだ願望がなかったし、それよりも遊びたい願望が強かった。俺はめちゃくちゃ悩んで、そのことも、彼女の両親に相談に行った。そしたら、両親も、彼女に結婚するよう説得してくれた。だけど、彼女の答えは変わらないままだった。もう、どうすることもできないまま、彼女は、降ろすことを正式に決めて、病院を予約した。俺も両親も、彼女を説得することができなくて、ついに降ろしてしまった。それからは、彼女との関係も崩壊。彼女も、別に俺と別れたいわけじゃなかったし、ただ結婚する時期が早いという考えだったので、俺との別れを拒んだ。俺も、彼女のことが、すげえ好きだったし、正直別れたくなかった。仲良くやっていこうと決心するけど、いざ、彼女と顔を合わせれば、喧嘩ばっかりだった。頻繁に喧嘩することが原因で、彼女が、男友達に、相談のメールをした。彼女は、もともと、夜の店の嬢をやってたんだけど、その相談相手は、その時知り合ったホストだった。俺はやきもち焼きだし、ホストなんかに相談してほしくなかった。それが原因でさらに喧嘩して、溜まっていたストレスも爆発して、初めて、彼女の腕を殴った。その後、2、3日彼女と音信不通になり、心配になった俺は、彼女の両親に、彼女が、今何をしているか連絡して聞いてみたが、家にも帰ってなかった。彼女の友達にも当たったけど、全く手がかりがなかった。嫌な予感はしていた。それから約1週間後、彼女の携帯から電話がかかってきた。慌てて電話に出た。電話の相手はホストからだった。嫌な予感は的中。ホスト、お前、彼女殴ったらしいやん。女殴るとか最低やな。彼女は、俺が面倒を見てやるけん。お前は、もう、二度と彼女に連絡するなや。いきなりこんなことを言われた。でも、俺は、とにかく彼女と話したかったし、彼女を失いたくなかった。必死で、電話を彼女に代わるように、そのクソホストに怒鳴りまくった。ようやく、彼女が電話に出たかと思うと、別れよう。って言って電話を切られた。別れようって言われたショックも、でかかったけど、それ以上に、そのホストに対して怒りがこみ上げた。結果、ホストを見つけ出して殴りまくった。俺の地元は田舎だから、そのホストが、どういうやつかもすぐ分かった。そいつは女癖が悪くて、彼女のことも、あわよくば、夜の友達にしようとしていたらしい。でも、そいつと彼女は、何回か行為していた。それは、彼女も望んだことで、ホストが強姦したようではなかった。ホストが半泣き状態で、必死に言い訳してきたことだから、本当かどうかはわからない。これですっきりしたわけじゃないけど。そんな彼女とももう付き合っていく自信もなかったし、別れを決心して穏やかな気分だった。でも後日、彼女から、戻りたいと、泣きながら電話があった。断固拒否してたけど、どうしても、一回話したいと言うから、会って話し合うことにした。その日の夜、ファミレスで彼女と会った。彼女は、めちゃくちゃ言い訳してた。ホストからは、無理やり誘われたとのこと。
本当に好きなのは俺だけとのこと。本当にいずれ結婚したいとのこと。もうめちゃくちゃなことばっかり言い出した。でも、俺は許すことができずに、別れを切り出した。その後、彼女が、店から飛び出して走っていった。なぜか俺は追いかけた。外で彼女を捕まえたが、彼女が大声で叫び出した。俺くんと関係が崩壊したのも子供のせい。一生恨んでやる。って。それを聞いた俺はブチギレ。あとは理性がなくなり、彼女を外でボコボコ。水たまりに顔突っ込ませたり、蹴りまくったり、顔を殴りまくった。彼女も携帯もぶっ壊した。そのまま俺は、彼女を車に無理やり乗せて、彼女の実家に車を走らせた。俺は、彼女の両親と会った瞬間、土下座して、娘さんをボコボコにしました。って詫び入れた。事情を全部説明した。両親は、うちのバカ娘が迷惑かけたね。自分たちは、本当に俺くんと結婚してほしかった。こんなバカ娘だけど許してやってください。って言われた。高校中退して鬱になって、ドキュンどもとつるむようになり、夜の店上へ。俺と付き合い出して、まともな仕事を始めて、実家にも帰るようになったらしいから、両親にも感謝されていた。が、俺は、彼女をボコボコにしてしまったし、もう別れを決心したから。この先、彼女のことをよろしくお願いします。とだけ伝えて、彼女の両親に、さよならの挨拶をして帰ってきた。終わりです。